Thank you.
暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。彼女の名はアイシー。彼女には記憶も過去も存在しない。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在をアイシーは理解している。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず成し遂げるべき使命だと。ユダを抹殺する。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。アイシーはなぜか動こうとしない。ああ、アイシーはカプセルの中で微動だにしない。ユダを倒すという使命はどうしたのだろうか。おい、揺れてますよ、起きてください。まさか私の言葉が届いていない、あるいは言葉がわからないのか。なるほど、つまりこういうことか。アイシーはまだ目覚めていない。ただ夢の中で目を覚ましただけなのだろう。そう、まるで映画のように。彼女は一体誰の、どんな夢の中にいるのだろうか。カルコサが現れた時、その目を覚ましてくれるだろうか。また今日も空には黒い星が昇る。おやすみ、アイシー。暗く荒れ果てた部屋の中、カプセルの中に漂う人影が見えるだろうか。彼女の名はアイシー。彼女には記憶も過去も存在しない。彼女の存在意義、それはユダを抹殺する、ただそれだけ。そう、世界を滅ぼす邪悪な存在をアイシーは理解している。たとえ過酷な道のりであっても、それは必ず成し遂げるべき使命だと。ユダを抹殺する。そして暗闇の中で彼女は目覚めた。アイシーは実験室から足を踏み出した。アイシーは理解している。矢印に従って進みさえすれば必ずユダを見つけられること。アイシーは動こうとしない。何を待っているのだろうか。ああ、彼らはユダが使わしたモンスターだ。倒すほかない。
アイシーは開けた場所にたどり着いた。遠方できらめくハリー湖の水面を見て、自身の使命をひしひしと実感しているところだろう。崖の端に橋の制御装置が見えるだろうか。アイシーはどうやらそれを起動するつもりのようだ。アイシーは足を滑らせ崖から落ちた。アイシーは理解した。橋の制御装置を起動しない限り崖を越えられないことを。何？そんな方法が？アイシーは目の前に現れた緑色の沼地を気をつけながら飛び越えた。アイシーは月夜の森にたどり着いた。彼女の目の前にはダハ…いや、ちょっと待て。橋はどうした？そうだな。とりあえず矢印に従って進んでくれ。なんだって？どうやってここに？いや、これはちょっとまずいな。アイシーはとある町に足を踏み入れた。しかしなぜかこの町には人っ子一人見当たらない。アイシーは建物の周りを探索してみたが、やはり誰もいないようだ。まるで
この町から全ての人が消えてしまったような。原因はユダに違いないだろう。アイシーはまず町の中心を探索することに決め、矢印に従って奥に進んだ。アイシーは矢印の方向に進もうとせず、あらぬ方向へ向かって進んだ。アイシーはまだ気づいていない。町の中心に位置するコントロールエリアに居座る敵トールを倒さないとコスモシティのゲートが開かないことを。コスモシティのゲートがアイシーの眼前で無情にも閉じてしまった。彼女はただただ時間を浪費したようだ。矢印に従い戻るしかないだろう。ここだ。アイシーは途中の倉庫を無視し、そのまま前へ進んだ。アイシーは倉庫に入ったが、やはり誰もいない。2階部分も同じだろう。おい、またか、またなのか。君は矢印が見えないのか。いや違わないが、そうさ、色を塗り忘れたんだ。しかしだな。そうだ、わかるだろ？ゲームを作るのはそんなに簡単じゃないんだ。少しくらいミスがあっても、いいんじゃないか。やめろ。そんな目で見ないでくれ。正直に言うが、ゲーム制作は本当に難しくて大変なんだ。次から次へと問題が起きる。そうだ、証拠を見せよう。歴史の前、ようこそ。私が想像した原型のすべてがここにある。素晴らしいゲームを作るには、まず面白いゲームの土台となる原型がなくては始まらない。私は10年もの間
その原型を作っていたんだ。わかるか？10年だぞ。ではまず一つ目の原型を見せよう。これは早期のバージョンだ。可変型の10型兵器を使って近距離、遠距離両方の戦闘が楽しめる。そこで問題に気づいた。この武器は奇抜すぎてとっつきにくい。これではプレイヤーに受け入れられない、間違いなく。そしてこのバージョンはボツになった。初めから作り直しだ。次のバージョンを見てみよう。次のバージョンは某ゲームのように敵の能力を吸収して戦うものだった。しかしまた問題に気づいた。このスタイルでゲームを完成させようとすると予算が足りなくなってしまう。そうだ、ゲームが完成する前に破産してしまっては元も子もないだろう。どうしてゲームを作るかって、やっぱり金を稼ぐことも大事だからな。そうしてこのバージョンもボツになった。そのまま月日が流れ、気づいたら10年経っていたというわけさ。これだけ苦労も努力もしたんだから、少しぐらいのミスは。そうさ、私のことを少しでも理解してくれるとありがたい。見てくれ、このゲームを作り込んでいったら私はこんなにも痩せてしまった、うん、まあよ、ここまで頑張ったら10年の青春を捧げたんだから。星5つのレビューをつけたりなんかしてくれるとこんな感じでね。ゲームなんて画面が綺麗、プロデューサーが有名、高評価が多いみたいな理由で何も考えずに買うんだろう。君はそうやって買ったゲームちゃんとクリアしてるのかい？ゲームなんて暇つぶし、真面目に細かいことを考えるだけ無駄ってもんさ。ちょっとばかし手を抜いてもいいしょいいしょ。サーバートラブルが多発するオンラインゲームだって結局ユーたち買うじゃない。バグが多くたって売れるゲームは売れるでしょ。うん、だからといってはなんなんだが、ユー、もう一本買っちゃいなよ。アイシーはとある町に足を踏み入れた。しかしなぜかこの町には、アイシーは建物の周りを探索してみたが、やはり誰もいないようだ。まるでアイシーはまず町の中心を探索することに決め、矢印にしアイシーは途中の倉庫を無視し、そのまま前へ進んだ。
アイシーは見事トールを打ち負かした。コスモシティのゲートもこれで開いただろう。